皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。英語が超苦手な人の高校受験音読英語の12回目、今回は何々することができるという can について説明します。まずここに can が入っている文章があるので、これを読んでみます。皆さんは聞いてください。2回読みます。ではいきます。We can enjoy traditional festivals in Japan in summer. I like the Nebuta festival. I want to visit Aomori to see that. 2回目です。We can enjoy traditional festivals in Japan in summer. I like the Nebuta festival. I want to visit Aomori to see that. では意味を確認しますね。We can enjoy. 私たちは楽しむことができます。何を楽しむかというと、traditional festivals in Japan. 日本の伝統的な祭りをですね。In summer, 夏にと。ことですね。I like the Nebuta festival. 私はねぶた祭りが好きです。I want to visit Aomori to see that.私は行きたいです。青森。To see that ですから、それを見るために、つまりねぶた祭りを見るために青森に行きたいということですね。この visit、今ここで行くという意味で訳しました。ね。学校ではもしかしたら訪問するっていう意味で習っているかもしれません。でもこれ、行くで構わないんですよ。行くっていうと、go という単語がありますよね。この visit とどう違うかというと、visit っていうのは、何々を見に行く、観光に行くとか、人に会いに行くという時に使う単語です。そういう時には、行くという意味で使います。で、じゃあ go とどう違うかと。go の場合は、例えば銀行に行くなんて時には、銀行に観光に行きませんよね。ですから go を使うんですね。 I go to the bank。 でも観光で京都に行きたかったら I visit 京都、ね、こういうふうに言った方が自然なんですね。 go と visit、 こんなふうに違います。同じ行くという意味です。 go は単純にこう移動を表している単語なんですね。では can について説明していきます。can というのは何々することができるという意味を付け加える助動詞という種類の単語です。ね。並び方ね、まず主語、その後ろに can が来て、そしてその後ろには動詞の原型。こういう形になります。この動詞の原型というのは一般動詞だったら、3単元の s がつく前の形でね、つかない形。それが来るんですね。で、意味的には能力と許可と可能、こんな3つに分かります。あまり深く考えなくてもいいです。で、能力っていうのは何々することができるってことですよね。何々する能力があるよと、できるよということです。例えば1番だったら稽古 swims fast、 稽古は早く泳ぎますと。で、水泳部かなんかに入ってて普段練習で早く泳いでるという意味になりますよね。これを早く泳ぐ能力があるという意味で言いたかったら、この稽古の後ろに can を入れて、その can の後ろはこの3単元の s が取れた swim になりますね。ですから稽古は早く泳ぐことができる能力があると言いたかったら、稽古 can swim fast、 こうなるわけです。2番は I speak English、 I speak English、私は英語を話します。普段英語を話しているという意味になりますけれど、これを英語を話す能力があるよという意味で言いたかったら、I の後ろに can、そして speak ときて、I can speak English。I can speak English。こんなふうになるんですね。3番は、Mr. Kato drives a car、ね。Mr. Kato drives a car。加藤先生は、普段車を運転していると。これを、
車を運転する能力があるんだよと言いたかったらですね、ミスターカートの後ろにキャンをつけて、このドライブズの S を取ってドライブにする。ミスターカート can drive a car。 ミスターカート can drive a car。 こうすればいいんですね。そして、許可の意味で使うとき、4番 You can go home。 You can go home。 仕事終わったからあなたは帰っていいよと。 You can go home、ね。こんな言い方がありますね。それから、暑いと、ね、Can I open the window? Can I open the window? 窓を開けてもいいと許可を求めるという、ね、この can の入っている文章、 can を主語の前に出すと、つまり入れ替えるとですね、これ疑問文になります。ですからこれ can で始まっています。 Can I open the window? Can I open the window? 許可を求めています、窓を開けてもいいですか、朝いいから開けてもいいですかというね、いう意味ですね。からもう一つが可能、何々することができるとかできないとかね、そういうことですね。6番が We cannot play soccer here。 We cannot play soccer here。 これ can の後ろに not をつけると否定文で、そういうことができないという意味になります。で、私たちはここでサッカーをすることができないと、可能じゃないよと。もし可能だったら We can play soccer here。 私たちはここでサッカーをすることが可能だよという意味で使いますね。ちょっと許可とね、可能とちょっと似ているところもあるんですけどね、許可が下りていますという意味だった、許可が下りていませんという意味も使えますからね、この場合。それから7番 Can you help me? Can you help me? 普通に手伝ってもらえるっていう時に使うんですけど、これはあなたは私を手伝うことが可能ですか、手伝うことができますかと、ね、可能かどうかを聞くと、ね、Can you help me? で、そういう意味で手伝ってとこうお願いしてるわけです。よろしいですか。ではここで、例文は7つある。その例文、後ろの can の入っている部分ですね、 can の入っている部分だけを私と一緒に続けて2回言ってみましょう。例えば1番と言ったら、1番 Cake can swim fast。 Cake can swim fast。こういうふうに2回言います。2番と言ったら続けて I can speak English。 I can speak English。 こういうわけですね。ではいきます。お願いします。1番 Cake can swim fast。 Cake can swim fast。 2番 I can speak English。 I can speak English。 3番 Mr. Kato can drive a car。 Mr. Kato can drive a car。 4番 You can go home。 You can go home。 5番 Can I open the window? Can I open the window?6番 We cannot play soccer here. We cannot play soccer here. 7番 Can you help me? Can you help me? いかがですか？言えましたか？まあここで今練習しましたね、 can の。 can の意味が分かったところ、使い方が分かったところで、では最初のこの英文ですね、この英文を私と一緒に2回読んでください。もう最初に意味は説明したので、意味は大丈夫ですね。ではお願いします。いきます。はい。 We can enjoy traditional festival in Japan in summer. I like the Nebuta festival. I want to visit Aomori to see that. 2回目いきますね。はい。 We can enjoy traditional festivals in Japan in summer. I like the Nebuta festivalI want to visit Aomori to see that. 今回は何々することができるという can について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。